はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回はですね、エイペックスレジェンズなんですけども、なんとですね今回は EA 様からの提供でエイペックスレジェンズの先行プレイに参加させていただいております。 EA 様ありがとうございます。で今射撃場にいるわけなんですけども、ちょっとですね皆さん紹介したい武器がありましてですよ、こちらですね、ネメシスバーストアサルトライフル、エネルギアモの新武器ついに登場でございます。これがまたねすごい武器なんですよ。ちょっと試し撃ちしていきましょうか。モリとアタッチメントをつけてみたんですがいかがでしょうか。でねこの武器ですね、4点バーストのアサルトライフルであるんですけども、ボタンを長押しし続けたらね4点バーストが常に出続けると。うわいいフォルムしてますね、おかっこいいっすね。でねこの武器ねとりあえずね撃っていますね。右下に注目ですね、いきますね、こんな感じ。今ワントリガー撃って17まで上がったでしょ。でこんな感じで徐々に上がってて、マックスが100なんですよね。で100になったらどうなるかというとですね、なんとレートがこれ最高レートです。めちゃくちゃレート上がってます。でね、時間が例えばこのようにチャージが下がっていくと。で、これが、一番最初の状態ですね。撃てば撃つほど連射速度が上がって、100のね、チャージした状態になったら、最高レートになると。でね、数秒間待ってね、撃たなかったら、どんどんね、レートが下がってきますよと。右下のね、100のところが、少しずつこのように、ゆっくりと下がってきますよと。こんな感じでございます。これ途中で撃ったら、リチャージ入んのかな？あ、入ってますね。48。81、98、100、こんな感じなんですよね。で4点バーストでね、リコイルもそこまで気にならんかな。中距離遠距離全然いけそうですね。いやでもこれは100の最高レートの状態にしたらだいぶ強いと思うぞ。うわーこれ8発でだいぶ159くらい入ってない、ヘッドライン取られたらこれ強いと。これは強いぞ。いや、いい武器ですね。このネメシスというアサルトライフルも追加と。でね、今回チームデスマッチをね、プレイさせていただけるとのことなんで、早速チームデスマッチプレイさせていただこうかなと思います。ということで、今後もですね、ハセシーのチャンネルではマイペースに楽しめる動画投稿していきますので、まだチャンネル登録できてない方は、チャンネル登録と良ければですね、グッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。高評価はですね、マジで活動のモチベーションの向上にぐーんと繋がりますので、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいですね。それではチームデスマッチ行きましょう。レッツゴー！さあ、ということで早速マッチングしました。チームデスマッチ。で、見てください、皆さん。レジェンドのこの選択画面めっちゃ見やすくなってないですかこれ。じゃあちょっとハセッチブラッドハウンドで失礼いたします。ということで、わかりやすぎん、リーコンの中に入ってるんですよ。いきなり失礼します、動画編集中のハセシンです、こんにちは。ということで、新シーズンからレジェンドクラスがリマスターされるんですけども、5種類、そうアサルト、スカーミッシャー、リーコン、コントローラー、サポートにね分類分けされるんですけども、プラスね特別なパークも実装されるので、そちらを紹介していこうと思います。まずはこちらアサルトですね、アッシュ、ヒューズ、マットマギー、バンガロール、レバラントから。で、内容がですね、赤いサプライボックスからね、追加のアイテム、そう、追加のいいアタッチメントとかをね、入手することができるようになりますよと。そしてね、さらに多くの弾薬も持てるようになるということで、かなりね、連戦との相性がいいんじゃないかなって感じっすね。続いてこちら、スカーミシャーですね。パスファインダー、レイス、オクタン、ホライゾン、バルキリー、ミラージュから。で、内容がですね、ケアパッケージをね、開けなくても、そのケアパッケージの中に入ってる一番レア度の高いアイテムを確認することができるということで、しかもね、遠くからでも確認できるので、自分が欲しいアイテムが入ってると確認できたらね、スピーディーにそのケアパッケージに向かって走り出すのもいいんじゃないかなって感じですね。続いてリーコンですね、ブラッドハウンド、クリプト、シア、バンテージから。内容がですね、ビーコンをスキャンすると敵の位置がマップに30秒間表示されますよと。ですがビーコンを使ったらですね、敵たちにもそのビーコンをね使用されたということが通知されるよという感じですね。個人的にはリーコンめっちゃいいんじゃないかなって感じですね。続いてこちらコントローラーです、コースティック、ワットソン、ランパーとカタリストから。次のリングを表示させるコンソールを使用することができるよと。リングを意識したね、早め早めのムーブをしたい方にとってはめっちゃいいんじゃないかなって感じっすね。そして最後はこちら、サポートですね。ライフライン、ローバ、ジブラルタル、ニューキャッスルから。で、内容がですね、青いサプライボックスから追加の回復アイテムを入手することができますよと。で、さらにですね、リスポン受付時間が終了してしまった味方のバナーをレプリケーターでクラフトすることができますよと。これもめっちゃすごいっすよね。ということで、以上の5つがリマスターされたレジェンドクラスでございました。それではチームデスマッチの試合の動画どうぞ。熱すぎるぜ、おい。よろしくお願いします。ちょっとエモートとかしといてね。おいっすね、ハモってますね。よろしくお願いいたします。頑張っていきましょうよ。さあ負けるわけにいかないぞ。でね、こういう感じで武器を選択することもできるということで、ほんじゃな、じゃあこれでいきましょうか。 R99&EVA8 でいきましょう。レッツゴー。でチームで合計30キル取った方が勝ちかな、そんな感じっすね。さあ負けれないぞ、負けれないぞ、いかしてもらうぞ。あ、ケンチポーン、
さあどうだい、出動するぞ。敵のスキャンも来てますね。なるほど、これまずいね。ちょっと一割してるか若干。さあ右サイドにいるか、ローニャしてる。100ぐらい食らわしといて。ちょっと待ってくれよ、一回ちょっと前線上げようか。こればっかりはローニャしてるよ。カットしていく。まずいぞこれ、やべやべやべ、カバー求め。一旦これ医療キット注入しといて。あ、ナイスですね。今ねチームで2キル取ってる状況ですねこれ。おーおーおー、すごいことになってきた。ここで一発スキャンポーンで、中にガスのやつがあるから、おおすごいことになってるねこれ。熱くなってきたぞこれ。おカットしていく。でもって、おっ下にもおるけど、これ一回ここ入り込むんですよね。でここで一回医療キットも注入しちゃうっていうね。リスポーンこれ変わってないか。リスポーン基本的に追うって感じかな。味方が強い、味方が強い、ナイスですね。さあ今のところかなり押し込んでるよ。いやリスポーン変わってるね、これ後ろからリスポーン来てますね敵。でここで一回、おお、どうするどうするどうする、逆サイドが来るから了解。ピン付きっすね。さあエッサホイストカバー行きましょうか。センターのミラージュなのか、一発カットさせていただいて、今のところ10対2で勝ってますね。かなり順調っすよ、いいチームですね。ナイスチームではね、カットしていく。止まらない止まらない。さあナイススキャン、いいぞ味方。さあこちらから来るんじゃないですか。さあどうでしょうか。おっとどっからだい今の攻撃、カットしていく。ありがとう味方カバー。ここで負けるわけにいかない、カットしていく。味方のカバーほんまに熱い、皆さんありがとうございます。カットしていく、キルが止まらない。さあ注射器注入、かなり順調っすよ今のところ。まだゼロデスですからね。おっと敵のガスが来てる、この高速倒させていただくしかない、回るしかない。待てよスキャンポーン、ちょっとまずいか。一旦ちょっとゆっくり行きましょう、ここは落ち着いて。ちょっとこちらの方にいそうな感じはするから、ちょっと上上がらせてもらったりして。これいりますよね、カットしていく。さあ止まらないぞ、ホライゾンリフト飛んでるけど60カットでもって、下に降りてったか、さすがに厳しいか。おっとまた上がってきたかい、なるほどなるほど。ちょっと待てよ、一旦ここで、いやまずこれまずいか。まあルールとはちょっと残しておいた状態で、ちょっと降りるか迷うけども、ちょっと待って、一旦ここは冷静に。まずいこれは、カバー求め、ナイスカバー、ありがとうございます。さあ医療系とさすがに注入、こればっかりは。うわーゼロですならず、8キルゼロですだったんか今のところ。でも今 1S しちゃったから8キル 1S って感じですか。さあ行きましょう、ここからでございます。ハセッチ行きます。おお右サイドで展開してるね。さあこれはちょっとこちらに方に敵いるよと、ピンを立てて味方と位置を共有していく。で俺がウルトを使ってるの敵も分かってると思うので、ここはしっかりと34カットしていく。さあここ大事っすよ、ここ大事っすよ。ちょっと一歩前上がらせてもらって、さあブラッドハウンドの方がいらっしゃるかな。170でカットしていく。でここで距離を詰めさせていただいて、さあインファイトに、インファイトに、得意なインファイトに持ち込むんですよね。なるほどカットしていく。で奥にまだいますので、なるほど174ギリギリローでやると、ナイスカバーありがとう、最高のカバーありがとうね。よしよしローにしてるぞ、突っ込もうぜ。いやチームスタッチおもろいねやっぱり。お勝った、ラウンドウィン、ナイスです。10キル2アシスト、今回私奥担担当させてもらいますよと。さあレッツゴー、よろしくねエネミーチーム。さあ俺たち行くぜ、よろしくどうぞ、ウィーホー。さあ開幕ネメシス AR 使っていきましょう、バースト AR 4手バーストの新武器、レッツゴー。さすがに突撃させてもらうか、いっちゃうよん。エッサーホイサー、エッサーホイサー、エッサーホイサー。さあこっからやで、こっからやで、一回上取らせてもらうで。中距離がめっちゃ強いからなこの武器、距離を取れば取るほど活躍するんじゃないかなと思いますね。おお割って割られて、一回注射器でまずは落ち着いて体力回復をさせていただいてと。突っ込んじゃいますか、レッツゴー行きましょう。なるほど奥田の方がいますね、これ R99 で近距離戦行くしかないか。さあおすごい動きだ、早すぎるか動きが。おっと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 、動きが早すぎるぜ。カットしていく、負けられない戦いが今ここにある。これ空打ちも結構大事かもしれないな、レートを上げるという意味合いで。そんな感じのイメージある、ナイスカットでかすぎるそれは。さあアーマーを回復できたのでちょっと行ってみようか、ここ大事よ、ヘッドライン捉えていくぜ。さあ裏から来てるってよ、
さあダメージ与えといて、カットしていく、カットにカットを重ねてジャンプパッドを使って突撃するのも全然ありと思われる。でもこの上にいらっしゃるのではと、いらっしゃらないかい。ナイスバンテージ、カットしていく、いいカバー。さあ現在17対17回、相当熱いっすねこれ。上がらせてもらいますよと、ボスティックいっちゃおうか。こうなったらボスティックよ。はい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 、割っといて、ちょっとまずいか。いや、いける、一旦アーマル回復しよう。アーマル回復落ち着いてしてからの、ここでこうこう、いいよこう、決め打ち気味に、次は右に左に左に左にカットしてく。でもってやっぱり高台から距離を取って狙うのがいいような気はしますよね。74カット、いやマジこの武器強い、ネメシス使いやすすぎるな。おい、さあボセックもいっちゃうよ。距離を取って距離を取って、チームのために俺は勝利するんだい。さあやっていきましょう、ここからよ。はい、当てるよ今のも、いいとこいますね。さあカットしていく、逃がさないよ。ボセックガツガツに当てていきますよ。はいはい、待てよ、ここ大丈夫、ここ大丈夫、カットしていく、まだ奥いますね、いいところ。勝ったー、ラストファイナルキル、いただき。続いてのラウンド、これはですね、ちょっと一回ディボーション行ってみようか。ディボーション&エヴァ8行ってみましょう。エッサホイサレッツゴー、ここは慎重に行ってみそうな気はしますね。なるほど、これは負けられない、危なすぎる。ちょっと一回下がろうか、いや体力やべえ、あっぶね、ギリギリ医療キット注入、もう一回詰めちゃおうか。オクタンらしく一回突撃しといて、バチコン、なるほど、カットしていく、いいでしょう、頼む、任せた。とはえぐいかもこれ、やばいか、一回回復するわ、いけるかなこれ、耐えれるか。現在6対3、勝ってる、ストレートで勝ちたいところである。激アツチームソーシャルの始まりよこれ、負けられない戦いがある。さあこれはストレートで行かしてもらうぞ。うわ、惜しい、強すぎるな今の、うまかったな、行こうか。さあここ大事よ、裏だ、任せていただきたい、このダブルキル、しっかりとチームを救っていくよ。待ってくれ、これあれじゃん、シムキチャか、いやランページやん、でなるほど。さあ突撃しますよと、リスポン変わりましたね、ナイススキャンっすね、いいっすね、スキャンのタイミングがまたうまいと、上から来てるっぽいぞこれ、やばい、これはさせていただいか、負けられない戦いが今ここにあるかもしれませんね。まずこれ置く、いいですね、動きもキレッキレになってきましたよと。失礼させていただきますよ、ここいますね、裏側、ここの裏いるぞ、グレネードちょっとひとつまみと、でいいとこいるんちゃうから、ここ多分現れると思うけどな。ブラッドハンドが吠える、敵のオクタンが走る、おあっちに行く、スキャンが通るから、ここでポジション有利を取らせてもらって、突撃ですね、ナイスカバーすぎる、素晴らしい、7点差勝ってるぞ、いけるぞ、絶対勝とう俺らは、この流れでカットしていく、キルが止まらない、ここでこうよ、いやー裏取り行きたいですね、バレないことを願いつつ、いけそう裏取り、バレてはいる、あとはエイブで解決や、行くしかないこれは。さあ弾幕だ、ちょっと危ないか、さすがに無茶しすぎか、医療キット注入、待って待って、後ろからも来てるぞこれ、この距離、いやー裏から来たか。さあ現在3400ダメージ、17キル、チームを救ってる、これはこの流れで行きたいところである、レッツゴー。さあいけるかいけるか、あと6キルぞ、あと6キル勝利、いける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 、頑張りましょう皆さん、チームの皆さん、負けられないっすよこれ。何が出てくるのか、ボセック来るのか、マスティフ、ペースキーパー RE、 いっちゃいましょうよ近距離戦。さあ行ってきますね、どちらに出ているのか、ここですね。さあ突撃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 、やっちゃうよやっちゃうよ、ここで激ローで追い込んで、さあここでヒューズの方がいらっしゃる、カットしていく、でもってと、この下にいるんじゃないの、そんな気がするんですが、
おっと、ほう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 、なるほどなるほど、ここでカットしていく、カバーしてクラスチキル、さあファイナルキル決めていく、ナイス味方ありがとう、いいチーム完璧ですね。3700ダメージ、19キル3アシスト、グッドゲーム。ぜひ皆さんグッドボタン高評価よろしくお願いいたします。ということで皆さん改めていかがでしたでしょうか、エイペックスレジェンズの先行プレイ。今回のこの動画少しでもね楽しめたよとか発信、いい突撃だったぜと思っていただけたらグッドボタン高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。高評価はですねマジで活動のモチベーションの向上にぐーんとつながるということで、今回もワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいですね。目指すは3000高評価でございます。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。バイバイ。